高岡店、パチンコ612台、スロット400台、総台数1012台、ケイズ高岡店、連日9時オープン。収録ということでやってきたのはこちら、はい、ケイズ高岡店さんです。あ、こちらのお店、こちらにも書いてありますが、トータル1012台も設置されてる、とても大きな店舗なのですごく楽しみにしてます。そしてね、本日実践機種が今ね、何をとか迷ってるんですけど、ちょっと店内すごい盛り上がってる状況なので、とりあえず空き台を探してこようってことで行ってきたいと思います。はい、じゃあちょっとね、いろいろ見ていきましょう。じゃあ、もう早速ですけど、こちらドル箱お預かり中ってめちゃめちゃすごいことになってますよ。あ、こっちにもありますね。これ何かな、ガロですね。こんなにたくさん連チャンするなら打ちたいけど、開いてますかね。ちょっと他にも見ていきましょう。続いてやってきたのはこちら、 CR ガロファイナルコーナーです。さあ、もうとってもドドマがたくさんあるんですが、お隣のコーナーもすごいことになってますので、じゃ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 ーん、じゃ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 ーん、じゃーんってことで、こんな感じでとっても大盛り上がりですよ。皆さんも空き台見つけてみたら、ぜひぜひチャレンジしてみてくださいね。ということで、やってきました、 CR スーパー海物語 in 沖縄3のコーナーです。まあ、こちら夏にとてもぴったりな機種、こちらのワンボックスとお隣も、こちらも、はい、2ボックス全て沖海3となってます。さあ、なんと沖海3だけでも72台設置されてますよ。皆さん、いっぱいハイビスカスフラッシュ鳴らせるように頑張ってください。はい、続いてやってきたのはこちら、 CR 北斗の剣を5発射コーナーです。さあ、こちらの北斗はなんと36台設置されてます。皆さん、ハイパーボーナス目指して頑張ってください。さあ、続きまして、こちらのドラマ、はい、こっちも見てください。こちらはじゃじゃん、北斗、こちらですよ。さあ、こちらパチスロ北斗の剣転生のショーコーナー、今日はとっても大盛況といったところです。さあ、皆さんもぜひぜひ遊びに来て真剣勝負頑張ってください。ゴーゴーチャンス。ということで、こちらジャグラーシリーズコーナーやってまいりました。そしてこのスロットジャグラーシリーズ、お隣にもあるんですね。さっさっさっさ。さあ、こちらもニューアイムジャグラーなどなどたくさん設置されてます。そしてさらにお隣、はい、なんとなんと、こちらもジャグラーシリーズということで、スリーボックス全110台設置されてます。いろんな種類あるので、皆さんお好きな台選んでみてください。ということで、本日の私の実践機種決めました。じゃじゃん、 CR ガロファイナル。やっぱりね、さっきの出玉見ちゃったら今日はガロでしょってことで、さあ、こちらね、本日、はい、あ、やっぱり今日すごいですね。もう大当たり9回当たってますね。それで今の回転数は約350回転ぐらいってことで、さあ、まだ出るでしょ、これは。頑張りましょう。そして今日も軍資金、この1万円で本時期になります。頑張ります。それでは実践調査スタート。早速スタート。かかる打つの久々な気します。お、背景が赤色だ。さあ、ジャルバは、お、赤、ジャルバ赤になった。ちょっと来たい。行かれたー。
し。いやお願いします。いつもなら倒せないカルマだけど倒したい。お願い。倒れた。外れちゃいました。復活やな。これは復活パターン。あ、終わっちゃいました。めちゃめちゃ熱かったと思ったのに。いやちょっとあのバイクの感覚はいいですね。外れちゃったね。でもまだ30、40回転ぐらいしか回してないので、次々やっちゃったショックだけど。はい、おお、20連来ましたよ。さあ、もう一回。もう一回。さあ、まあ、まあ、まあ。さあ、そして。お、なるほど。もう一回。あ、リーチできた。続かなかったね。リーチですね。お、お、え、青のままになるの？なにこれ、なんだこれは。お、なんか違うとこにいる。お願いします。お、魔天使。お、また来た。また入れる。天使ブラロッカー。これ80% 期待度。はい、おめでとう。あ、当たるかな。お願いしますよ。さっきは外したけど、本日2度目のファイナルフェイスオブカロ出ましたよ。これは当たるでしょう。何、新月ゼロ、新月ゼロ。さっきはカルマだったからね。次は新滅ゼロだからいけるでしょう。 50%、 プラスファイナルフェイスオブガロだからこれはいける。おーと、エフェクトが多いぞ。ぎっくりぎっくりと。いやでも当たってもおかしくないと思う。行け行け、お願いします。行きます。あー、ほら、うわーうわー。2回目の外しちゃいました。当たらず、秋の引きは発揮できず、すいません。いやでもまだほら、まだ3点しか使ってないから大丈夫よ。この最後の1回転にソウルメタルモード突入。さあ、ソウルメタルモード突入といったとこで分子券がなくなっちゃいました。残念。4円パチンコ468台、1円パチンコ144台、20円スロット364台、5円スロット36台。元気なケーズ高岡隊へお越しください。今日は CR アロファイナルで実戦調査中ですが、今
なくなっちゃったので、じゃん、羽田リルーレット、ね、こちらに頼って軍資金を追加させたい、追加いただきたいです。さあそれでは早速回してみましょうか。せーの、羽田リルーレット、何が出るかな。あはははは、効果追加5000円はとりあえずゲット、ただし自分の財布からということで、はい、決定しました。ということで財布持ってきました。今日ね、もう私本当に今までなんか運よく自腹の5000円なかったので、あ、1回だけあったんですけど、本日2回目。いやー、ちょっとカメラさん代わりに出してもらえません？ダメ？はい、じゃあしょうがなく私自腹、はい、行きます。1,2,3,4,5,000円、はい、5,000円。この追加金でちょっとね、今何言うとか迷ってるんですけど、頑張りましょう。ちょっとね、せっかく自腹だし、やっぱ引きたい、当たりを引きたいってことで、5000円でちょっとガロ怖いんで、スロットコーナーやってきてます、今。さあ、やっぱり5000円だったら A タイプかな。あ、ジャグラー、あ、花もあるけど、ね、どこ行きましょう、はい、ということで今日はこの次、アイムジャグラーでちょっとね、この5000円を増やしていきたいと思います。そしてこちら、今日なんとね、もう22回当たってるんですよ、ビッグだけでですよ。で、レギュラーボーナス14回、そしてもうこれね、すごいいい確率なんで、まあ、ちょっと怖いってとこもありますけど、まだこの確率で来てもらえるなら、ね、大当たりたくさんゲットできるかと思います。あ、しかもジャグレンも22回だって、すごいですね。さあ、まだ出るかな、期待していきたいと思います。では実戦再開。おお、来た来た来た、ゴー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 。さあ、ビッグかレギュラーか、どっちかね。さあ、行きますよ行きますよ、はい、おお、レギュラーボーナスゲットでした。とりあえずね、はい、とりあえずレギュラーボーナスゲットということで、310回転目で当たりましたね。割と早く来ましたね。ということはね、次はやっぱジャグリンでしょ。頑張ろう。これだけ優秀台ならジャグリンしてもおかしくない気はしますけど、私の引きにかかってる。消化しました、頑張りますよ。1ゲーム連ジャンバリが聞きたい。おお、すごい、あ、何回転か見えないけど、すぐ来ましたよ、ゴーゴーラン、イエーイ、ありがとうございます。やったよし、次こそね、ビッグでお願いします。行きます。おー、来たー、ボーナスゲット、ゆねちゃん、よっしゃ、朝ね、いやー、本当に優秀台だ。おー、来ました。さあ、私でもギュイーン。さあ、次はビッグはレグ、どちら行くぞー、来い。あー、来ました、まさかの2連チャンビップで
こからか。到着連成功で3連チャン中なので、次は目指せ4連チャン、頑張ります。さあどこまで連チャンが伸びるのか、行きましょう。おお、びっくりした、やりました、めちゃびっくりってなった。さあびっくり、向こうもランプ光りました、行きます。ほい、あーでもラストゲットね。でも弱連ゲットですよ。さあ今日4回目、見事4回目の弱連ゲットしちゃいました。さらにね、座った時よりタックル強くなってきたんじゃないですかね。なんだ、メダルが。さらに、はい、ジャグレン4連チャンしたおかげでこれだけ増えました。これは結構いや取り戻せてるじゃないですかね。今から換金してもらおうと思います。出ましたよ、何枚か出ました。はい、ありがとうございます。さあ、はい、じゃん、595枚ゲットです。はい、実践調査終了ということで、まずは本日の実践の結果発表いきたいと思います。本日は CR ガロファイナルコーナーにて、はい、軍資金1万円でいつも通り頑張った結果、当たりはなしでした。本当にすいません。でもね、本当に激アツな演出たくさん見ることができたので、やっぱりね、一番熱かったのあのファイナルフェイスオブガロー、ね、2回もあったのに2回とも外しちゃうという私の引きのなさ。そしておねだりルーレットにて追加金5000円自腹ですけどね、はい、こちらで、もうね5000円よしと思って、スロットコーナーアイムジャグラー打ちました。その結果、なんとなんと4連チャン、チェッチェルチェッチェッチェルチェッチェって感じでした。なんとね、ジャグラー4連続いたので5連も来るかなと思ったけど、ちょっとね、そこは甘かったかなって。そして今日はね、ほとんどトントンでしたけど、はい、お菓子ゲットということで、とってもいい結果残せたと思います。続いて私、秋からのお知らせです。来月9月、なんとこのケーズ高岡店さん、10日、20日、ゼルネット取材班来店。さあこちら、はい、そして来たる30日、本日という同じくピシュランチャンネルの収録がまた来月もやってきますよ。皆さんお楽しみにしていてくださいね。そしてね、まだまだこんなにもスケジュール、ね、予定のぎっしり詰まったこのケーズ高岡店さんでのご遊戯、ぜひぜひ皆さん堪能しに来てください。それじゃあ私今からイカ天食べながら帰ります。おいしそうじゃあねー。溢れ出してくるエナジー、今がチャンスと